浅間です。レフト方向への打球伸びてますよ。中村がバックして見送って、これが入った。反対方向に持っていった。浅間のキャリア1号バンデンハークの出花を振りきます。2連目浅間。小木に対してツーボールツーストライク、変化球引っ張った、これいい当たり、どうか。この当たりはそのまま入りました。ホームラン出ました。ルーキーの小木、この当たりがライト通る際、プロ入り初ホームランになりました。いやー、思い切り引っ張った当たりがライダーでそのまますごいですね。本当にフルスイングしましたね。打った、レフトへ、向こう向き、下がっていった、下がっていった、フェンスジャンプ、入った。三好、今季初安打がホームランになりました。第1号のホームラン、プロ初ホームランです。それそれ、プロ初ホームランが出て勝ち越し、スリーラン、4対1。ダブルスイングですが、ライトをバックして杉谷がフェンス際のプレーになるが、入りました。イッツゴーン。高く上がって入ったという打球でしたけれども、吉田、これプロ初ホームランに立山さんなりましたね。赤い放物線も描いて1対1の同点に追いついています。結構一発の魅力もね持っているという。さあ、これはどうでしょうか。反対方向に行って、これはエレスカー、反対方向に渡辺、もうアピールを見せています。いやー、引っ張りの戻しも反対方向に持っていきましたよ、森本さん。素晴らしいバッティングですね、反対方向ですからね、力ありますね。見事な渡辺のレフトに上がっています打球、岡島が下がっていきます。岡島が下がっていって、下がっていって、入ったか、ホームラン。レフトへ流しての石井和成、これプロ初ホームランですよね。いや、流しての一発になりました。いや、先ほどまでそんなに風が吹いてなかったんですけど、上空は風、右から左、ポール際が伸びましたね、今ね。そのスライダーが外れています。レフトへの当たりになったぞ、レフト下がっていくぞ、下がって入ったか、入りました。松本のホームランです。松本はこれ今シーズン初ホームランなんですが、プロ初ホームランになる。さあ、トゥルトゥル、なんとか同点追いつきたいホークス。あっと、思い切り引っ張ってレフトへ下がっていく、この先見上げてどうか、入った満塁ホームランが甲斐拓也に出ました。思い切り振り抜いたバッティングでした。甲斐一気に逆転、本人もびっくりした表情。いやー、うまくね、肘を畳んでスイングしましたね、インコースね、ちょっとシュート気味だったと思うんですけどね。プロ初ホームランが満塁ホームランになりました、甲斐拓也。そしてバッターボックスの田中、ランナースタート、レフトへ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 、届いた、ツーランホームラン、プロ入り初の一発。ルーキーの田中和樹、これはもう離れ技、見事なツーランホームラン。プロ入り初スタメン、そしてプロ入り初ヒットを放った後、プロ入り1号は
これも引っ張ったライト、ライト下がった、あるいはそのままこれも行きました。第1号とうとう出ました、源田プロ初ホームラン、ライトスタンドに仕込んでいきました。嬉しい、白い歯がこぼれ、三塁ベースを回った。ジャイアンツ五十嵐から源田も第1号を放っています。9対0、ライオンズ9点リードになりました。やっぱ今センターに打ちましたよね、その前に、はい、打ちましたね、いい打ち方になってましたからね、はい、今なんかでもおそらく社会人時代が引っ張ったっていうことなかなかなかったので、うん、そうですよね、ありましたが、レフトのフェンスを越えました。大城今シーズン第1号がこの試合の貴重な勝ち越しホームランになりました。ライナーで持っていく打球、鋭い打球がレフトスタンド、マリンズクローザー内から4回は三者凡退に抑えています。マサムはセンター後方、野村下がっていく、見上げてボールはスタンドまで届いています。マサムのホームランはプロ初ホームラン、5年目マサゴユウスケ、センターの後方に持っていきました。5対1、今日のホークスはホームラン攻勢。今年の仙台は雨多かった、すごかったですよね、初球を打ってレフトに上がっています、当たりオコエが見送った、スタンドまで行きました。この回先頭バッターの横を一発が出ました。いやー、打った瞬間高々と上がった打球、横にホームランです。中井さん、大きな当たりでした。そうですね、まあ、疲れていたら申し訳ないんですけどじゃあ体力つけるように頑張ってくださいという話ですけどね。強い打球だと、これはエレーです。プロ第1号、なので疲れてないんですよ。そういうことですか、はい、非常にこう楽しみな選手ですよね、はい、2年目の選手、社会人 JR 西日本から入ってきて、今年が2年目という杉本、センターに上がった時はセンター下がっていって見送ったがバックスクリーンへ、右手を高々と上げました。杉本プロ初ヒットはプロ初ホームラン、いやー、いきなりセンターバックスクリーンへ高々と持っていきました。今日一軍に上がってきて、そして最初のバッターボックス、いきなり結果を出しました杉本です。ツーボールツーストライク、ライトへ大きな当たりだ、ライト下がっていって平沢に一発が出た。仙台で平沢プロ初ホームラン、9回ツーアウトから、追い込まれています。強い打球です。これはどうなんだ、ビリーイングゴーイングゴー、あら、清水のプロ第1号飛び出しました。ザッパラドーム、今日は打点を荒稼ぎ、本当に金子コーチの言葉がこれちゃんと生きてるんですよ。ボールをしっかり見る、今ね引っ張りですけどもしっかりボールを見てるから、見てるってことなんでしょうが、ピッチャー方向に腰がちょっと入ってしまって早く体がライト方向にね行ってしまっていると言ってましたが、あー、レフトへ大きな打球がスタンドへ、風に乗って入ってきました。いや、これはね、井口監督も先ほど映りましたけどね、すごく喜んでますね。嬉しい一発というリフト藤岡のプロ初ホームランが出ました。いや、大きな追加点、いいパワーしますね、逆方向ね、5対2、逆方向へ高々と舞い上がった打球でした。レフトスタンドのバックローこれで中段センター後方伸びて
柳田下がってスタンドに届いて入った。今シーズン第1号先頭バッターホームラン。バファロー初回1点先制。宗のプロ初ホーマーです。素晴らしいバッティングですね今のは。スイング打球が伸びて2、3歩走ってもう柳田打球を追うのは諦めました。まだその途上というところです。あとここはレフト線にボールが飛んでいって、お意外に打球を伸びていって入りました。菅野の打球レフトポール際、高く上がらなかった分だけ風の影響を受けなかったか。逆転のホームランは今シーズン第1号、もちろんプロ第1号、ルーキーの一発。この打球に風は関係ありませんでした。みんなが何か驚いたような形で打席に清宮が入ります。初球ライトへ大きな当たり、プロ入り24打席目で飛び込みました。清宮幸太郎の野球人生にまた新たな1ページ。ディクソンの初球を捉えました。打球がライトスタンドに吸い込まれていった清宮幸太郎、プロ初のホームランの味。どうか、これも行ったか。牧原プロ入り初ホームラン、プロ入り初ホームラン、ついに出ました。牧原8年目見事なホームランでツーランホームラン、今日猛打賞。いやこれがあるんですよ、本当に高低飛ばす力あるんですよ、16対3。仙台のゲームは9回の表ライオンズが4点取りました。この打球はどうか、ライトへ打球が伸びてどうだ、入った。福田周平今シーズン第1号はプロ初ホームラン、ライトへ運んでいます。左ピッチャーから打ちました。このモイネロの球を打ったのは勝ってありますね。福田のホームラン8対4。プロ初ホームランですか。そうですね。さあカウントは 2-2。 高く上がってさあどうだ、打球は右中間伸びていく、打球伸びて伸びてどうだ、入った。ホームラン安田、プロ初ホームランのヤフードーム右中間。こういう力を持っている選手ですよね。インコース結構うまくコンパクトに振りましたね。2アウトランナーなしから一発、安田の笑顔です。久々のこういう感触だったんじゃないですか。